It's Tough to Be, Abug, It's Tough to Be, Abug は世界のディズニーパークにあるアトラクション。ディズニー映画、バグズライフをモチーフにした 3D 映像とオーディオアニマトロニクスと匂いや液体などの噴射を融合させたアトラクション。類似アトラクションとしてはミッキーのフィルハーマジックやミクロオーディエンスが挙げられる。ありのフリックに招かれたゲストは特製の虫の目眼鏡を着用して 昆虫たちのサバイバル技術を紹介する、ハラハラドキドキのライブショーを鑑賞することに。ショーが始まると、タランチュラやシロアリなど様々な虫の特技を目にし、耳にし、そして大感。しかし、バッタのボス、ホッパーが突如現れ、ディスカバリーアイランドのツリーオーブライフの根本に位置している。映画、バグズライフをテーマにしたエリア、バグズランドに存在していた。 2018年3月21日、2020年にオープン予定のマーベル・シネマティック・ユニバースシリーズをテーマにしたエリア、アベンジャーズ・キャンパスを作るため2018年末をもって閉鎖されることが決定した。https、disneyparks、disneygo.com、jp、disneyworld、attractions、it's t f b a バ u g h t t p s ニュース、marvel.com, テーマパークスイベンツ 86,425, アベンジャーズアザースーパーヒーローズ2、アッセンブリーニューテーマドアリアズアット、ディズニーランドリゾートディズニーランドパリアンド、ホンコングディズニーランド。ありがとうございます。